サンピエトロ広場サンピエトロ広場オビリースコバティコのバチカン南東に位置するサンピエトロ広場サンピエトロ広場はバチカン四国南東端にあるカトリック教会の総本山サンピエトロ大聖堂の正面にある楕円形の広場ジャンロレンツォ・ベルニーニの設計により1656から67年に建設された四列の通り屋敷園中による 別中路と140体の聖人像に囲まれた広場の中央にオベリスクが立つ。ベルニーには広場を幅240メートルもある巨大な楕円型として完成させた。広場を取り囲んでいるのは4列に並べられた合計372本の石柱であり、柱の上には140体もの聖人像が広場に集まった人々を見守るように立ち並んでいる。 ベルニーニは古代ローマの闘技場コロッセオからインスピレーションを受けていた。コロッセオが生み出した熱狂と興奮をもとに、ベルニーニはサンピエトロ広場を巨大な劇場空間へと変貌させようとした。さらに、この形にはベルニーニの個人的な思いが隠されていた。設計の時に描かれたスケッチを見ると、大きく腕を広げた人体に重ねて、大聖堂と広場が描かれている。 サンピエトロはすべての教会の母なのであるから母のように両腕を広げて受け入れることを表現した中老が望ましい。ベルニーニが何よりも重要視していたのは世界中から救いを求めてサンピエトロ広場に集まる信者たちの心情であった。このためベルニーニは広場を訪れる人々により大きな感動を与えようとローマの街に仕掛けを施した。 広場に向かう信者たちが渡る、サンタンジェロ教に足を踏み入れると、ベルニーニが排した十体の天使が彼らを迎える、形に配置されている。信者たちはこの橋を渡りながら、キリストの受難と自らの苦しみを思い、聖地へと向かう。重苦しい受難の道を、ベルニーニの最後の仕掛けは、サンピエトロ広場内にあった。特定の場所から見ると、 壁に並んでいるような柱がぴったり重なり合い広場の外がきれいに見える。実は4列に並ぶ柱は、ある場所を中心に放射状に建てられていた。ベルニーには閉じながら、同時に世界が開かれている、その両方を満たす空間を作ろうとした。広場の中の信者にとって、そこは閉じられ、守られた空間である。しかし、同時に、世界中にいる信者たちにも救いをもたらすべき場であると。 ベルニーには考えたのである。広場には円柱の中心というマークがある。ここが戦術の特定の場所であり、ここに立つと重なり合う4列の円柱が一本に見えるようになり、広場の外の景色を見ることができる。サンピエトロ広場。ありがとうございます。